夏もん20世紀の夏休み、今回こちらで遊んでいきます。もういろんな実況者さんがやってるんでね、まあサクッとやろうと思います。名前サトルだって。サトルでいいよ。あれ、何これ、何これ、サトルじゃないの。じゃあサトルにするよ。はい、サクッとサトルにするね。はいはい、オッケーです。始まった。いっぱいカモメが飛んでる。わあ、こんな広い道路なの。久しぶりに帰ってきたな。何、フルボイスじゃん。ねえ、僕はこの町に来るの初めて。お前がサトルか。そうよ。ここにはどれくらいいるの。何が。8月中ずっと。あ、そういうことね。31日までどれくらいいるのっていう意味を勘違いした。新学期が始まるまではいないってこと。それでまた転校。そうよ。だからこの町にいる間、あなたはずっと夏休み。これ町なの。幻サーカス団。何、幻サーカス団って。お父ちゃんなんかヒゲが長いな。ヒゲ剃らないと。こんな広い道路なのに車トラック1台しかない。なんか寂しいな。顔、首長っ首長いな。サトルくん首長いね。え、これ音大丈夫。多分みんなやってるから音大丈夫だと思うんだけど。渋谷商店すごいね。なんかジュースとか買えたりするのかな。昔ながらっていうのがいいけど、踏切があるってことは電車が通っているんだね。こんな田舎にも電車が通っているんだね。2時間1本ぐらいかな。女子高生、女子中学生、どっちだろう。焚き火、人いないけど大丈夫。火事、人いないんですけど、危ないんですけど。隣町って雑だな。隣町新聞。ここ隣町行けんの、電車乗ったら。今この町に向かってんのかな。あ、ひまわりいいね。豚が普通に歩いてる。豚とチキンが一緒に歩いてる。何ここ、すごい自然豊か。1999年8月ノストラダムスだ。無事到着。トコ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 、すごい名前だな。なんじゃこいつは。出迎えご苦労さん。パパさん、この人はトコトコくん、いわゆる醤油顔。誰。お疲れ様でした。醤油顔だね。京子さん、うちのサーカスの団長さん。京子さんっていう名前がまた。電話で声を聞いた感じより丸いわね。ひどいひどい。こっちが姫様、団長の奥さん。声の感じより美人だわ。みんな耳長いな。耳長いって耳でかいな。私はアシタバ京子、アシタバ荘の主人です。そういうこと。名前雑すぎひんか。京子さんは声の感じの通りでとてもいい性格。チャームポイントはほくろだね。おばちゃんは怖い人じゃないですからね。脅かしてきたな。この人は永瀬さん、我がサーカス団の大黒柱。小屋の設営はうまくいったぼ。久しぶりにフルサイズで建てたんだ。サーカスすんの。サトルはこのテント、あ、自分の力だけでどこまで登れる。サトルっていう名前呼んでくれた。これ名前変えたら他の名前でも呼んでくれんのかな。全然無理だよ。全然無理だよ。サトルもフルボイスだ。小4だったよな。もう10歳だろ、登れるよ。10歳だから登れる登れる。5歳ぐらいでも今時の子は登れる。パパさん、サーカスの技はまだ教えてないんですか。うん、うちは本人の意思に任せてるから。ママさん、こっちからは教えないの。パパさんデブなんだな。教えるときは1時間で1万円。パパさんチビデブ、ママさんスタイルよし。今日からここがサトルの部屋よ。晩ご飯まで時間があるから遊んでおいで。はい。まだ何か質問ある？え、ない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 。僕どこで寝るの？どこでもいいわよ。
好きなところを使ってちょうだい。どこでもいいの本当に。これ全部聞かなきゃいけないんだね。明日は今日子って名前だけど、明日なの今日なの？斬新な質問ね。どちらかというと今日よ。よう分からんな。そこに机あるけどあれ何？そうそう、危うく忘れるとこだった。あの机の上に夏休み勉強セットがあるよ。勉強したくない。あ、飛ばしちゃった。まあいいや。じゃあ晩ご飯まで時間があるから外で遊んでおいで。はい。絵日記書くことできるんだって。 L？ え、何これ。あ、すごい、自分で絵描けるの。あれ違う。文章をつけましょう。ぐる、何これ。あ、勝手につくんだ。オッケーオッケー、ぐるんぐるんでいいんじゃない。新しい町にやってきた知らない町さん、これから毎日よろしくね。あ、反抗する、すごい。今日初めて来たからやっぱやってきたってことでね。船で戻る。これどうしたいの。なんだろう。なになに。それはこの町の小学校の先生が僕のために持ってきてくれたのであろう夏休み勉強セットだった。昆虫採集セットと絵日記、ラジオ体操カード、そしてなぜか何も書き込まれていない通知表もあった。なにこれ、過去の思い出。この子のワクワク。なに、どうしたらいいの。もう書いたよ。とりあえずどっか行ってみよう。はいはい、なんかわかる気がする。あ、オッケーオッケー、はいはい、こういうことね。はい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 。今日の晩ご飯何？何作ってんの？人参切れてないよ。人参切れてないよね。わらべは見たり、の中あのバラ。何言ってんの。あ、また飛ばしちゃった。これさ、フルボイスだからさ、押しちゃう、ついつい。こんなにいい天気なのに雨が降ってたんだ。でも私雨が好きなんです。雨女なので。妖怪。それは雪女。おう、これ B です。さよなら。さようなら。晩ご飯まで気をつけて遊んでおいで。はい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 。じゃあ晩ご飯まで遊んでくるわ。え、これトイレとか入れんの。念のため見るけど。すごい、トイレ入れる。あ、ちゃんとトイレしてる。マジすごいね。え、これ家の中冒険できるんだ、こうやって。面白い。あ、戻ってきちゃったね。これ知らない人の部屋だね。とりあえずいいや、知らん人の部屋は。長くなっちゃうしね。なんか面白いところ、女湯とか入れる？のれんがかかっている。例えば今日は女湯の日だ。お風呂に入るのやめとこうっと。なんで入ったらいいや。出る。イベントを見つけるにはなんかイベントがあるんだ。地図開く。へえ、一応住人は何人かいるんだね。すごい広い。ラッパ山、高神田広場。こっちはまだ行けないみたいだけど、広いね。これもうちょっと縮小。あ、すごい、こんな広いんだ。この島広いね。え、でもなんか、周りが気になる。絵日記とかある。町の人7人と話をしよう。オッケー。虫取りについて Y で虫網を振る。オッケーオッケー、捕まえてみよう。捕まえた。よし。あ、モンキチョウ捕まえた。面白い。44ミリだって。モンキチョウはいっか。これモンシロチョウでしょ。捕まえたい。あれ、ちょっと難しい難しい。あ、A で捕まえるって書いてる。やったー。モンシロチョウ41ミリ、ちっちゃい。虫探ししたいな、虫探し。
虫を探したいよ。あ、なんかいるね。え、これ、あ、逃げられた。なんかいたけど逃げられたね。なんか目赤かったけど、何これ。あった？シバッタだって。買わない買わない。え、面白い。なんかあの虫のゲームを思い出すな。あの虫のゲームよりかはなかなかに出来上がりがいい。こいつでかくね。やったぜ。あ、そんなことない。さっきのちっちゃいわ。セミ捕まえたいけどな。あ、車に轢かれちゃう。車ちゃんと止まってくれる。やば、誰も乗ってなくね、この車。誰も乗ってないよ、大丈夫？やいよクソ野郎だな、マジで。優しいなぁ。街の人怒らないんだね、車乗っても。蝶ばっかり。あ、なんかいる。おう、青い、青い蝶がいる。紫しじみだって。こいつ飼ってみよう。どうしよっかなぁ。おっしゃ、捕まえた。捕まえたら勝手にセーブされるんだ。あ、セミがいる。むずいむずいむずい。捕まえる。あ、逃げられた。これゆっくり歩くのどうするんだろう。すごいね、虫がいっぱいいるね。気持ち悪いね。蜂とか捕まえられないかな。これ蜂？蜂の巣じゃないか。え、なんか楽しいんですけど、虫を捕まえることが楽しい。何の声？ハトいる。あのハトとか捕まえられへんのかな。ハト捕まえれそうなんだけどな。あ、すごい、こんなとこ登れるの？なんかいろんなことができる。うちはこいつらを捕まえたい。あー、逃げられた。むずっ、どうやって捕まえるのこいつ。捕まえられへんのちゃん、これでは。捕まえれなさそうだね。でもなんか絶対捕まえられる方法があるはず。くっそ、捕まえられねえ。どうやって捕まえんのやろ。これ走りすぎたらどうなんの。なんかいる。なんかこいつ。え？なんかいたぞ。なんかいたけど、おかしいな。これ豚とか捕まえられへんもんな。豚に乗ることもできへんもんね。わあ、商店街みたいなとこ来たよ。なにここ、なにここ。入ってみたいけど入れない。え、トンボ飛んでる。あ、なんかしてる。何してんのこの人たち。二人が演奏していたのは
フォーレのシシリエンヌ。100年前の世紀末、フランスの曲だ。そうなんだ。なんて悲しいメロディー。悲しさが大気に満ちていくだよ。カフェで演奏会を鑑賞しよう。あ、なんか街の人話しかけれたって。ステッカーもらった、やった。ダッシュ、ジャンプ、木登り、ステッカーをたくさん集めよう。長くダッシュしたり高い壁を登ったりできるようになるって。なるほどね、このステッカーは大事なんだ。お、高速移動 OKOKOK、ジャンプ、あ、木登りもできるのか。 OK、 わかった。てっぺんを目指せ。どっちかっていうとこの演奏会っていうのが気になるな。結構自由度が高いのかもしれない。ZL でメモを開く。昆虫とか集めなきゃいけなかったりとか、小さな冒険、スワニー川、この道とか、いろんなところでなんか演奏してるんだ。ふう、やっと見つけたぜ。なになに、見つかっちゃった。気分はどんな感じ？あ、かなりいいんじゃない。そりゃよかった。最悪にすればよかったな。あー、美味しそう。どう、この町面白そう。お、やってきてすぐ聞かれてもわかんねえよな。うん、ちょっとつまんなそうだった。かわいい女の子はいた？いなかった。というわけで晩ご飯、晩ご飯、今宵は京子さん特製のカレーライスとトマトサラダ。では皆さん、いただきます。カレーライスとトマトサラダとリンゴか、割と良さそうだな。え、なんかいきなりちょっとリアルみたいな感じになってるけど。ごちそうさまでした。新しい場所に来ていきなり食事が美味しいのっていいわね。というわけで公演初日に向けて明日から頑張るぞ。おう、おう。今回の初日はいつなの？お前が知らないのか。で、いつからだっけ？5日後だもん。ポスターとかチラシは？明日入稿する予定です。おう。そういえば机の上に夏休み勉強セットがあったんだ。休みなのに勉強か。子供は大変だな。夏休みも宿題もひたすら懐かしいな。ま、俺は全然勉強しなかったけどね。おお。まあ夏休みやしな。休みやのに勉強するっていうのは間違ってると思うねんな。毎晩夜10時に眠くなりますが、その時間まで起きていたら朝の体操に間に合わない。え、時間ってどこにあるの？何？トイレ待ち？するわけじゃないの。何してんのこの人。京子さん何してるのかな。とりあえず寝たらいいのかな。あれ、みんな寝てるね。これ女湯があるってことは入れんのかな。明日になったら男湯とかになって入れるようになるのかな。これ上行きたい。ちょっと邪魔なんですけど。あ、ここ調べられるよ。あれ違う、見えないねこれ。あ、そこか。おじさんが邪魔で見えないよ恋の絵は。しかもすごいところに貼ってるね。なんかどこで寝てもいいよとったけど。あれ、どこで寝たらいいん？どこで寝ても言うとったで。うわ、怖。こっち行ける？すごいね、大冒険だね。自分の部屋がわかりません。うわ、あ、危ないよ、2階から落ちたら。怪我しちゃう、怪我しちゃう。サーカスが控えてるのに。これ何？ガ？ガかな？や、何これ？やったー！石張った。いらない。虫多すぎここ。
虫多すぎてキモい。入る。家に入ろう、家に。家の中虫いないね。あれ？自分の部屋はどこ？私の部屋どこですか？寝たい。寝たいよ。ね、これ。カメラの位置がすごい変な感じだった。なんか自分の部屋がわからんので、とりあえず外にでも行ってみるか。神社に来たよ。この神社の中入れないのかな。なんかいる？こっちになんかいるね、きっと。キノコ。え？ワクワク。キノコ。キノコをゲットしていいの、これ。これ何に使うんだろう、キノコ。危ないけどね。自然に生えてるキノコは危ないよ。でもキノコなんかいっぱい生えてるから、いっぱい取っとこう。これ子供行方不明とかになって親が騒ぎ出すみたいなイベントとかないのかな。なんか隣町かな、これ。すごいね、広いね。これさっきの商店街ではなさそう。え、怖っ。よし、バイ。なんかゲットしちゃった。怖い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 。キモい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 。遊ぼう遊ぼう。誰？誰が読んだ？あ、おった。遊ぼう遊ぼう。遊ぼうか。遊ぼう遊ぼう。あいつがずっと遊ぼう遊ぼう言うてんねんけどさ、どうやって上登ったらいい？どっから登れんの？遊ぼう遊ぼう。よっ。やっ。えい。遊んでるたんやけどな。やっ。やった、登れた。え、登れ、ちょ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 、やっと登れたのに。そうそう、やっと登れたのに。遊ぼうと思ったのに。いっぱい遊んだな。あかん。よっしゃ、こうだ。よっ。どこ行った？ねえねえ。なに？いた。ねえ、鬼ごっこしよう。鬼ごっこしよう。いいよいいよ。鬼さん、こちら。お、面白そう。よっ。どこ行った？あ、あんなとこに
兄さんこちら。やっ、どうやって登ったらいい？この辺かな。お兄さんこちら。よっ、やっ、えい、よっ、うん、やっ、よいしょ。あれ、登れない。こっちだよ。はあ、やっ、よっ、やっ、えい、よっ、やっ、えい、こっちだよ。あ、なんかお金ゲットした。あー、眠くなっちゃった。くっそ、鬼ごっこしたかったな。こっち、こっち。